ドンカーボート D8 ドンカーボート D8270 ドンカーボート D8GT ドンカーブートアウトモビーレン BV 通称ドンカーブートは手作業によるスポーツカーの生産を行うオランダの自動車メーカー。オランダ語ではドンケルフォールトに近い発音になる。創業者のヨープドンケルフォールトは自動車専門学校を卒業後エンジニアとしてダフルノなどで働いていた。 一方、趣味で、自らチューンした車で、サンデーレースに参加し、好成績を上げるようになり、やがて自ら自動車会社を起こすことを決意するに、至った。当初は、ケーターハム製のロータスセブンを、キットカーとして、オランダに輸入していたが、その後オランダ国内の自動車安全基準が強化された、ために中止せざるを得なくなった。そこで、 ドンケルフォールトは安全基準を満たすロータス7のコピーを新たに開発することにした。こうして、1978年に最初のモデル S7 が登場した。設立当時は、ティンホーフェンのドンケルフォールト自宅ガレージを拠点としていたが、数年後にロースドレヒトに移転。2000年には、アムステルダムから4 0トルの地にあるレリスタットに新しく、 工場を構えた。以来、ここでは、累計1000台以上の車両が生産されている。S シリーズでは、フォード製のエンジンを積んでいたが、1998年から、生産が始まった。D シリーズからは、アウディと契約を結び、同社製のエンジンを搭載するようになっている。2014年、レリスタットに次ぐ、第二の拠点として、ドイツのルトベストファーレに集。 バート・ドリーブルクのビル・スターベルクに100%個会社のドンカーブート・アウトモビーレン・ GMBH を設立した。ドンカーブートの掲げるポリシーはノーコンプロマイズというシンプルなものである。これはスポーツカーや趣味の車は妥協することなしに極限を追求すべきであるということでドンカーブートのモデルもこれに従い無骨かつ極めて無駄を削ぎ落とした外見となっている。 故に、ドンカーブート車は、現代の一般的な自動車が目指す、快適性、洗練さといった方向とは全く逆を、思考しているということになる。ドンカーブート車の主な特徴として、以下のような点が挙げられる。他のメーカーの車両には見られないこのような特徴から、ドンカーブート車は愛好者から、ドンキーと呼ばれて親しまれている。 2014年現在における最新のモデルは D8 で、通常の D8、D8270 と D、D8GT、D8GTO の4タイプがある。それぞれターボのチューンに違いがあり、インタークーラー付きで0.95から1.2番あるの、下級圧となっている。エンジンは、アウディ製の直列4気筒20バルブ1.8リッターターボで、フォード製、タイプ9、または、 ボルグワーナー製トランスミッションと組み合わされる。スチール製のチューブラーフレームにアルミニウムパネルを組み合わせたボディという構造のため、車重は 630kg に満たない。これは走行性能の大きな向上に一役買っている。D8-210 の加速性能は以下の通り。2004年にニュルブルクリンクにおいて、 行動走行可能な自動車としてのコースレコードとなる7分18秒01を記録したことを記念し、翌2005年に25台限定のバージョンである D-8270RS が発売された。ありがとうございます。